川の水は引いてますけど、今現在こういう感じで、まだ、洪水の爪痕が残ってます。西日本豪雨からね、4年が経ちました。で、その当時はですね、この辺り被害がね、ものすごいことになってました。そしてこの4年を迎える、ちょうどね4年を迎えるんですけども、今回は歩いていこうかなと思います。まあ、その中でね、ほとんどその当時の痕跡っていうのは残ってないんですけども、今日はちょっと歩いてみまして、その当時の痕跡、そして街並み、今の様子などをお届けできたらなと思います。で、今来ている場所ですね、ナビ記念病院ということです。この辺もねかなり浸水しました。もう2階ぐらいまでね水が来たようなね、来ていたような記憶がまだ残っている。で、この目の前にコメリさんがあるんですけども、この中まで、ね、泥まみれでとんでもないことになってました。でももう今は本当にもうその当時の面影、痕跡っていうのはね全く残ってないです。もう修復工事というか補強工事でずっと通行止めなんですけど、このアリー橋決壊したんですよね。でももうかなり、もうちょっとしたら本当に完成しそうなね、感じでございます。こちらもね新しい橋ができてます。もう完成間近な感じですね、雰囲気的には。まあ、でも一応通行止めまだなってるみたいですけども、先ほどのね始まりの、まあ、アリー橋付近なんですけども、近くに2本ぐらい、ね、橋があるんですけども、それも全部今改修工事で、まあなんかね、だいぶ補強されたりしてるんですけども、この今目の前にある橋が令和4年の6月30日までということで、もうだからこのアップしてる時には完成してるっていうわけですね。で、先ほどの改修工事の回収してる橋のすぐ近くなんですけども、ここに浸水した3.5メートル、まあ、これはおおよそ、まあ、プレートなんですよ。っていうことは僕があれなんで、あ、このコンクリートの上のとこまでおそらく水が来たのかなって思います。その痕跡というか、その示す僕はこの示すプレートがついてます。で、これが設置されたのも令和4年の2月ということで、本当最近設置されたということです。ちょっとここに車が吸い込まれていってるんで、あ、ここ通れるみたいですね、ここの橋。
ね、こちらにおそらく民家があったと思うんですけど、全部工事、浸水でね、さら地になってます。もうずっと歩いてきたんですけどね、その当時の痕跡っていうのはもうほとんどありません。ないんですけども、もう最近建てられたねお家がたくさんあります。おそらく浸水で一旦崩して、まあ解体してね、建てた家だとは思うんですけども、ようやく渡れる橋到着しました。でこの目の前に見るのが末政川です。御瀬橋、御瀬三人が、三人が通っていたが、橋がグラグラで危ないから直してほしいと改修依頼を受けて頑丈な橋にしたという。先ほどのね、ポスター水害伝承の展示会っていうのがあるんですけど、7月の1から4までやってるんですけど、このマビふれあいセンターでやってますね。はい、ライフタウンマビ、そしてこの吉備の真吉備駅の目の前に来ました。でこの高架橋分かりますかね、このオレンジ色のライン、まあ青もあるんですけども、おおよそねこの辺りまで水浸水したと言われているね場所でございますけど、まだその痕跡がありますね。痕跡というかこのオレンジラインと、5メートルもあるんですね。 5.2 メートル。これはもう何とも言えないですね。まだ残ってますね。もうその当時と全く変わらないんですけど、記憶にまだ新しい感じで、この、まあ、4年前ちょうど災害がね、水害が起きた時に、まあ、この辺歩いたんですけども、まだこの上に残ってるんですよね。その当時からずっと残る。でこの屋根の上にある、パレット、まあね、わざと置く理由っていうのもないと思うんですけど、まあ、おそらくこの間違いなくね、この豪雨災害の水害での上に上がってきたというものなんですよね。これがまあ唯一目に見てわかる、まあ、その当時の痕跡というわけでございます。
ちらが目の前に流れてる川が小田川です。こうやって普段見るとむちゃくちゃでかい川というか、そんなに川の水が流れてないんですけど、この当時はものすごい水が流れていた、川の水が流れていたということです。はい、というわけで、まあ、今日はこんな感じでお届けいたしましたけど、まあ、およそ3時間ぐらいね、ぐるっと、まあ、回った感じです。おそらくね、まだまだ痕跡っていうのはどこかには残ってるとは思うんですけども、まあ、そういうまだ残ってる痕跡を見ると、まあ、まあ、ついこの間の話なのかなっていうのがより一層なんか感じるような気がします。でももう4年なんですね。いうことで今日はこんな感じでお届けいたしました。やはりあの時間が経ってもね、やはりこの梅雨のシーズンになると思い出しますね。はい、というわけで皆さん、梅雨シーズンですけども、ぜひあの備えをお願いいたします。以上、マビからでございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。